切れたみたいだな。あの化け物、何なの？それに、なんで私が唐木誠と一緒に逃げないといけないの？俺は記憶を失ってて、何も覚えてないんだ。気がついたらあの部屋にいて、バスルームには君がいた。あの化け物は、なぜか俺と君を狙ってるけど、その理由もわからない。もしかしたら、俺が記憶喪失になった理由と何か関係があるのかもしれないけど。本当に何もわからないんだ。頼む、信じてくれ。俺は逃げるつもりなんてない。ただ、この状況は普通じゃない。何かが起こってるのは間違いないんだ。何かって？それを突き止めるためにも少し時間をくれないか。もちろん君も一緒に。あなたは指名手配中の連続殺人犯なのよ。私があなたを信じられる根拠は？あのさ、恋人っている？は？それ、今関係ある？ある。いるけど、それが？その恋人のこと、よく思い出してみてくれないか？なんで？俺と似てたりしない？これっぽっちも。彼は私の同僚で、あなたみたいな殺人鬼とは真逆の人なんだけど。同僚って警察の？待って、どうして知ってるの？私が警察官だってこと。あ、いや、誰から聞いたの？あなたが私を待ち伏せしたのはその情報があったから。違う、それは関係ないんだ。っていうか、俺は待ち伏せの件も覚えてなくて、ちょっと思い出した記憶があったんだ。それを確かめるために聞いたんだけど、勘違いだったみたいだな。警察の同僚って、あのクジってやつか。それなら、さっき思い出した記憶は何だったんだ。本当の記憶じゃないってことか。やっぱり俺の頭がおかしいのか。だったらもう何を信じればいいんだよ。ねえ、思い出した記憶って？もういい、俺を捕まえてくれ。さっき言ってたのは何だったの？ここで何かが起きてて、それを確かめるって。そんなの君にとってはどうでもいいだろう。俺は指名手配中の連続殺人犯唐木誠。記憶喪失だろうと何だろうと捕まえるだけ、それでいいんじゃないのか。もやもやする。もちろんあなたのことは捕まえるわよ。私はそのためにこのホテルに来たんだから。でも、あなたの記憶喪失が嘘だとは思えない。そうじゃなかったら、唐木誠が私を助けるはずがないし、そもそもあの化け物って普通じゃないわ。それに原因不明の記憶喪失、これも普通じゃない。確かに何かが起きてるんだと思う。普通じゃない何かが。だったらそれを突き止めないと私の気も済まない。
信じてくれるのか。今度こそ。確かにここは暑いわね。でこれからどうするつもり？何か考えはあるの？ああ考えか。私を殺そうとしてるってこと？なんで？あの化け物と関係があるの？わからない。確かめてみましょう。何を？私が狙われてる理由よ。このメッセージには20時に行くって書いてあるから。そうか、20時になればこのメッセージを送った誰かが俺の泊まってた部屋に来るはず。その人物の口から直接私を狙ってる理由を聞き出すのよ。わかった。じゃあ決まりね。もう少しここに隠れてて、15分前になったらあなたが泊まっていた部屋に移動しましょう。ああ確かに、彼女が狙われるからには理由があるはずだ。それってもしかしたら俺の記憶喪失や時間が戻る現象と関係してる？だとしたら彼女が全ての鍵なのかもしれない。そろそろ。ああ行こう。あいつはいないわ。見つからないように移動しましょう。それであなたが泊まっていた部屋って何号室？501だ。急ぎましょう。大丈夫よ。このまま一気に501号室まで行きましょう。私の部屋に取りに戻ればよかった。早いわね。とりあえずこっちだ。君はここに隠れててくれ。俺が捕まえたって話だから君が自由に動き回ってるのはまずい。そうね。相手に話を合わせてね。できるだけ情報を聞き出さないと。やってみる。
両手を上げながら立て。こっちを向け。お前、幸村捜査官はお前が拉致したんだろ。どこだ。さっさと白状しろ。でも思った？いや、まさかこいつ幸村茜を助けに来たわけじゃないのか。じゃああのメッセージを送ったのはこいつ。じゃあ早速だけど約束した件さっさと始めようか。約束？うん、あ、いや、もちろん約束は守る。けど、けど理由を聞かせてくれないか。それくらいは教えてくれたっていいだろう。ほら、俺たちは手を組んでるんだからさ。分かったよ。今さら嫌って言われても困るからね。やっぱりそうだ。こいつは連続殺人犯の俺と手を組んでる。そして幸村茜の命を狙ってる。理由はね、彼女に改心してもらいたいからだよ。改心ってどういうことだ。ああ、これ以上の説明は君にしても理解できないよ。で、彼女はどこ。さっさと約束果たしてよ。そしたら僕も約束を守る。君の海外逃亡の手はずはちゃんと整えてきたんだよ。あいつは薬で眠らせたままクローゼットに押し込んである。警察とかが急に来て見つかっても困るからな。まだ眠ったまま。ああ、眠ったままだ。しばらくは起きない。連れてきて。ついでに彼女の部屋の荷物も処分しておきたいんだよね。どこかにカードキーがあると思うんだけど。気づかないとでも思った。あんたがペラペラ喋るなんてさ。でも僕を裏切るメリットなんてある？まさか彼女に惚れたなんて言わないでよね。あなただったのね。じゃあ気づいてたのね。あなたや特殊捜査課にも内緒だから。
なんだよ。実験段階で安全の保証はできません。構いません。これは対象範囲は例のホテルです。何か困ったことがあったらナビゲーターを。Thank you.